どうも、レオンです。2024年もね、J リーグ開幕勝敗予想という感じで、J1 というところで、やってるんですけども、ヒカキンが結婚したんですか。すごいですね。一般の女性という感じで、幸せでしょうね。もうこれからもずっとね、もう遊んで暮らせますからね。まあ、できれば俺もね、ヒカキンの、そうね、家政婦かなんかとして働きたいんですけどね、雇ってくれませんかね。はい、まあ、そんな感じでね、明るく楽しくね、2024年もね。でもこの動画配信する頃に、あれかな、文春法出てるのかな、松本、ダウンタウンの松本第2弾みたいな感じで、次何が出てんのかね、動画音声楽しみだよね。あれ、皆さん読まれました？あれマジで読んでくださいね。やばいよ、あれもしほんまやったら、もう完全にね、セクシービデオの世界、 AV の世界、すごいよ。はい、まあ、そんな感じでね、今回もやっていきますという感じで、今回はですね、J1 東京ヴェルディ VS 横浜マリノス、おそらくこれは東京ヴェルディのホームという扱いなんでしょう。おそらくね、その体で話しますね。はい、東京ヴェルディ松本京とかいろいろ見ていきましょうか。インアウト、東京ヴェルディはあれか、 J2 見なかったか、 J2 のところの移籍情報。東京ヴェルディよく昇格しましたね。そうね、まあ、監督はね、上福が3年目になるのかな。まあ、経験持ってますから、経験持ってるけど、何かね、大ブレイク起こせるほどのそこまでの力はないんでね。ガンバから山見、ジェフからミッキー、あとは高校生、大学生、大宮の袴田、で京都から木村と山田と、いわゆる本当に若手をレンタルいっぱいしてるという形ですね。で、アウトが、まあ、ベテランが切られてるのかな。ベテラン小池とかね、西谷、梶川、幸田、知らんの、まあ、ベテランからあんまり試合出てなかったやつなのか分かんないですけど、まあ、出ていったと。中原があんであれなんですね、セレッソからドスという形で、まあ、主力級はまあまあ残ってんのかなと。で、まあ、もちろん主力級だった選手も、まあ、レンタルの選手いますから、まあ、それはレンタル元に帰っていたという形なんで、まあ、どっちにしてもですね、このチームはですね、若手しかいないですね。まあ、ある程度経験積んだらみんな出てきますから、ヴェルディ金ないんでね。東京ヴェルディですごいよね。東京って言いながら金ないってね。あんだけさ、大都市でいろんなスポンサーがある中で、なかなかね、やっぱり昔はね、日本テレビがスポンサーについてたんですけど、まあ、捨てられましたからね。まあ、そういう点ではどうなんでしょうか。どっかね、東京なんで、ね、スポンサーがついてくれたらいいんじゃないかなっていう感じはするんですけど、まあ、ポテンシャルはあるんでね、東京ですからね。はい、っていう感じで、まあ、ここの課題はね、もう皆さんも分かってる通り、なんせ若い選手しかいないと、経験を持ってる選手が少ないというところなんですね。おそらく、たまに大勝ちしたりすることあるかもしれないですけど、なかなかね、安定はしないと思うんですよ。で、その安定性を保つために上福がいるというところなんでしょうけど、まあ、残念ながら、ね、そもそも残留ができないんで、降格すると思うんで、そういう点ではかなり厳しいかな、厳しい戦いが続くかなというところですよね。で、一方、横浜 F ・マリノス、見てみましょうか、インアウト。インアウトというか、まずそもそもね、監督がハリー・キュエル、来ましたよね、大津の魔法使い。で、なんかね、俺、全く監督経験ないと思い込んでたんですけども、どうやらですね、イングランドの下部リーグ、4部とか5部ね、まあ、なんでそれを経験って読んでいいのかどうか分かんないですけど、のキャリアを持ってるんですよね。だから、まあ、指導者初ということではないということは明らかだというところですね。インアウトでいうと、天野が帰ってきたと、で、渡辺を新潟からパクってきたと、パクチャー取ってきたと、で、加藤蓮も東京ヴェルディから。っていう感じなんで、まあ、若い選手をまあ獲得してきたと。で、一森が出ていったと、これ多分そんな大した影響はないですね。出ていったところで言うと、そんな主力バリバリ出ていってないですね。まあ、外国人がちょっとどうなるかね、まだまだ予断は許さないですけども、基本的にはまあ残る方向なのかな。と、外国人がちょっと見えないね、まあ、あそこも外国人次第なんで、なんで、これはね、波乱あんじゃね。ハリー・キュエルもいきなりですからね。一応コーチに、ハッチソン、横浜 FC のね、オーストラリア人なんですけど、あれが来るんで、まあ最初はそれがサポートするとはいえ、個人能力的にはマリノスの上なんですけど、チームの成熟度っていうと、まあもちろん横浜もね、選手残ってるんで、
いきなり大崩れすることないと思うんですけど、これあるんじゃない波乱。うん、東京ヴェルディ全然これホームやし、あるよ勝ち、もしか引き分け、うんっていう気はするけどね。どうやろう、いきなりハリー・キュールもさ、日本のこと全く知らん状態でさ来てさ、まあでもまあ確かにハッチソンいるからね、日本サッカーも知ってるからね、最初はハッチソンが指揮すると思うんだけど、指揮するてかね、オーガナイズしていくと思うんだけど、まあ選手はいるからね、センターバックでもありの怪しいよなって考えたらあるよね。で特にマリノスさ、最後戦い方あんま良くなかったよね。ACL はね、決勝トーナメント進出しましたけど、どうかなと。でもあれか、横浜は先に ACL で何試合かしてるのかって考えたら、いやこれ難しいよね、これかなり難しいよね。いやでも東京ヴェルディじゃない、開幕です。すごい多分モチベーションくるじゃん。何十年ぶりかの、J1 でしょ。いやこれあんじゃない、これあるよね。うん、Fマリノの多分 ACL 多分2試合かな、決勝トーナメントの一発目ホームアンダーベイかなんか多分やると思うんだけど、2試合戦ってからの3試合目とはいえ、うん、もうあんじゃない、うん。まあ、でもちろんマリノス場合はね、この外国人3人か、前線の、まあ、センターバックのね、あいつエドアルドは別にそんな大切関係ないんですけど、ここがまあ残るか残らないか、ここが微妙なところなんで、多分残ると思うんですよね。なんかみんな中東に引き抜かれるって言うけど、まあ、中東もレベルが上がってきてるから、外国人の質がね、そんじゃそこらの外国人いらないんで、圧倒的な外国人じゃないか、まあ、アンデルソンとかはねちょっと本当危ないかなと思うんですけど、多分それが引き抜かれることはないと思うんで、いやーでもこれはでも難しいな、難しいね。まあ、ヴェルディも言うてね、若い選手ばっかりから勢いあるけど、難しいよね。どう思う自分ら、これマジで難しくない、これマジで難しいよね、勝敗予想。でも上福も経験持ってるし、やっぱ勝負どころやしね、ここも一発目で勝っとかないとっていうのもあると思うから、うん、どうかな。確かにね、マリノスもやっぱり J リーグでの戦いぶりが安定しなかったからね、結局なんだかんだ言いながら外国人の前線のあいつらに頼ってただけっていうサッカーやから、東京ヴェルディにしましょう。東京ヴェルディ勝ちでしょこれやっぱり、うん、やっぱここそれでしょ、うん、もしくは引き分けかな、うん、いや引き分けはないか、東京ヴェルディやな、これ東京ヴェルディじゃない、うん、開幕節ぐらいは勝つんじゃない、やっぱモチベーションが高いじゃん、何十年ぶりかの J1 って感じでスタジアム前になると思うしさ、てな感じでね、ハリー・キュールいきなりなかなか苦しい船出になるんじゃないかなと俺思ってるんで、はい、まあ、そういう点ではね、東京ヴェルディ・ジョークも、まあ、なんだかんだ言いながらね、就任3年目ですし、ごそっと主力が抜けてるわけでもないんでね、うん、まあ、レンタル組がある程度残留すると思うんで、まあ、そういう点では、うん、勝ちもしくは引き分けじゃない、東京ヴェルディの、うん、これ勝ったらすごいよね、東京ヴェルディが。波乱だよね。でも波乱を起こすチャンスあると。いやもう東京ヴェルディ行ったっていいわ。東京ヴェルディ勝ち。うん。上福がやるんじゃない、うん。みんながね、こう、周りが、いやいやもう東京ヴェルディ絶対降格するよって言ってるでしょ。逆に燃えるんじゃない、ここで燃えなきゃ男じゃないよね。物ついてんのかって話だよね。うん。っていう感じなんで、東京ヴェルディ勝ちという形で、予想します。